県立奈良須作高校では県内企業と連携して行う授業の中で生徒たちがドローンでの測量に挑戦しました。奈良須作高校は来年度から奈良商工高校として生まれ変わるのを前に企業と連携した授業を去年から実施しています。建築工学科の生徒が奈良市内の建設会社の協力で最先端技術であるドローンを使った測量に挑戦し、初回である今日は安全に操縦する練習を行いました。ドローンでの測量は上空から撮影したデータで図面の制作ができるというもので、測量士だけでなく建築現場でも工事の進捗の確認などで導入が進められています。参加した3年生の生徒4人はドローンを丁寧に操縦して写真を撮影し、最先端技術の測量に触れていました。普段できない体験なんで貴重で、めちゃめちゃ楽しかったです。ラジコンと同じ操作で行けたんで楽しかったです。